ら何でもするから。本当に？じゃあ責任取って。責任って？傷して春菜ちゃん。風太郎のせいで考えちゃった。ほんのちょっとだけ私にもできるんじゃないかって。だから責任取ってよね。任せろ。リクの好きな人って嬉しすぎさんじゃ。エリス、何をするのだ、フラチモノ。いや、フラフラしてて危ないなって。でもちょっと暑いな。ひょっとして熱でもあるのか。誰のせいだと思ってる。私の初めてを奪った責任取ってもらうからな。誤解を招くような発言をするな。誤解ではない。本当に殿方と手をつなぐのは初めてなのだ。ってとにかく正式に水泳部に入れてください。本当に？泳ぎたい奴は泳げばいい。じゃあ決まりだね。はるちゃん。でも一番最初に僕を誘ったのは君なんですから、ちゃんと責任取ってくださいよ、渚くん。うん、任せといて。私、かなたちゃんには安心してレシーブしてもらいたいもん。でもね、そういうことは一番最初に相談してほしかったな、ペアの私に。もう水着だって買っちゃったし、責任取ってよね、はるか。いいよ、かなた。なんだ今の声は。私に何したのよ。はあ、だから何のことだよ。お前ら朝っぱらから責任取ってよ。お、毎日同じ部屋で寝てるんだから、なっちゃんの子に決まってるでしょ。待て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 。いや、責任は取るけど。取るのか。私たちがここを立ち去れば大丈夫だとは思うけど。え、そんなのやだ。王子様と別れるなんて。だから僕は王子様じゃなくて X っていう名前で。だったら X様と離れるなんてやだ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 。キスだってしたもん。私の初めてあげたんだから責任取って。すごい、セリフだけ聞くと新入りさん完全にスケコマシのクソ王子ですね。生き返らせてください、お願いします。なんで古谷くん。約束通り責任取ってくださいね。お嬢さん、その年でもう日本語をお話しに。お上手ですね。誰にお習いになったのです？菅原様です。菅原様には日頃から大変よくしていただいております。この首飾りも菅原様から。へえ。菅原君、責任を取れないようなことはしてないでしょうね。私は節操というものを持ち合わせております。性的な意味でそんなこと言ってないだろう。宇宙的規模のラボでアイワンチョウされたらニャルコ妊娠しちゃいます。確実。ウーといえばニャー、サンといえばピンチっていうくらい確実です。もう責任取って結婚していただくしかありません。ですからマヒロさん、早速二人目も作っちゃいましょう。なんでだよ。吹っ飛ばせるマヒロさんを受け止めますから。ポチコン。だってお前たちドンじゃねえ。今日も元気に強制労働。いやいや、お、相変わらず豚にモテモテだな、ハチケン。できちゃった。うえっ、責任取ったよね。あれか、豚の話だよ。
八軒豚のメスとできてんの。八軒は時は殴っていいと思う。マシロタン、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。何ですか？その昨日スエツギと何してたの？スエツギ、あ、ベニオのせいでどえらい屈辱を受けたんですよ。どうしてくれるんですか？よくわからないけど責任取るわ。結婚しましょう。今日からこの子ともどもお世話になります。ヒルデガルダと申します。つかものですが、よろしくお願いいたします。全員漏れなく固まってんじゃねえか。しかしこの国ではこうするものだと聞きました。誰情報だこら。いや、それよりもあの子供。だから言ってんだろ、俺はまだ親だなんて認めてねえっつうの。おや、本当に申し訳ありません。こいつには責任持って育てさせますんで。お話はわかりました。ですが私の一存ではどうすることもできませんわ。なんでだ、同じ巫女のコレットが困ってるんだ。そこを何とかしてくれないか。この通りだ。そんなことをされても困ります。とにかくこの件に関してはお力になりませんので。少しでいいから俺の話を聞いてくれ。話してって言っておりますでしょ。あなた漏れ人の。なんで食べないんだよ、このままじゃ死んじゃうだろう。なんでって。取り返しがつかないことだ。だけどお前を助けたいっていう気持ちは嘘じゃない、信じてくれ。この方、こんなにも私のために必死になって、なんて情熱的な瞳。こんな方初めて。あなたの自慢のパン食べさせてくれる？ああ、もちろんだ。美味しいですわ。ああ、だからフェミレナに食べて欲しかったんだ。私あなたが初めてでしたのよ。殿方に肌を許したのは。私を傷者にした責任取ってくださいますわよね。俺の子供。ボブブブ、もう！サヨコさん、一体どうしたって。ディアブロさん、シルビー、元気がないって聞いてね。乾杯。うむ、酒、酒か。あんまり得意じゃないけど、まあ。ディアブロさん、やっぱり強いんだね。当たり前は。僕は魔王ですからね。ディアブロさん。ディアブロさん、ちゃんと責任取ってよね。ディアブロさん。あの管理人さん、よかったら一緒に映画見ませんか？映画ですか？いいですよ。あの、なんで電気を？雰囲気出るかと思って。よしよし。お前が怖がってどうすんだ、管理人さん。どうしたんですか、あっくん。ずばり管理人さんの怖いものって何ですか？寝てる時部屋に知らない人が入ってきたら怖いですよね。確かに。やっぱり戻ろう。
一人だと寝つけないから、責任取って一緒に寝てくださいね。では、私たちは次で。意識、俺も次だけど、お前駅どこだ？だってしょうがないじゃないですか、盛り上がっちゃったんだから。意外だな、お前はそういう場の雰囲気とかに振り回されないやつだと思ってたぞ。ああ、お前恋愛脳に見せかけて結構クレバーっていうか。私じゃなくて、先輩の話です。は？私も本物が欲しくなったんです。忘れてくれ。忘れませんよ、忘れられません。だから今日踏み出そうと思ったんです。だからこの敗北が素敵です。月を有効に進めるためで。すごいなお前。先輩のせいですからね、私がこうなったの。責任取ってくださいね。